はいうものですか、はい。一般的には謙遜というとまあ減り下ることあるいは控えめな態度をとることなどを意味してますねでは聖書が教える謙遜とはどういうものでしょうかいつものように3つ申し上げたいと思いますまず、特徴的なのはは、番目、それは 外面的行為というよりは心の在り方のことですつまり傲慢とかプライドに満ちているとか自己中心的だとかいう状態とは正反対の心の状態のことです世の中には外面的に謙遜な人のように見えても内面が傲慢な人はたくさんいます皆さんも経験されていると思います そういう人を神様は評価なさらないんです。神は常に私たちの心を見ておられますからそれは心の在り方のことなんです。2番目、聖書的謙遜というのは神の国に入るために必要な資質です。イエス・キリストは心の貧しい者は幸いですと言われました。この心の貧しいものというのが謙遜な人のことなんです。 自分には神の前に誇れるものは何もないと思っている人です。そして自分は神の恵みと許しに信頼するしかないと思っている人のことを聖書では謙遜な人というんですね。そして神はそのような謙遜な人を高く挙げてくださるんです。神の前における謙遜な思いがなければその人はクリスチャンになることはできません。 そして3番目に、謙遜の実例は、使徒パウロです。もちろん、イエス・キリストもその実例ですけれども、しかし、私たちは今日、人間である使徒パウロに目を注ぎたいと思います。パウロという人は、多くの賜物と知識を持っていながら、自分のことを、罪人の頭だとか、使徒の中では最も小さいものとか、 自称しているわけですねこれが謙遜の実例ですそして彼は十字架だけを誇りとするということを心から告白をすることができた人ですさらに彼は自己義人のためではなく福音のの真理たために戦った人です謙遜というと何か弱々しいイメージを持つかもしれませんが聖書的謙遜というのは実は大変強い 人のことを言ってるんです。ですから、パウロは、人の中では最も小さいんだと言いながら、他の人たちが間違った行動や間違った教えをしたときには、徹底的にそれに対抗して、真理を語ることができた人ですね。ですから、私たちは、もし指導者が聖書的でないことを言った場合には、自己議認のためではなく、真理のために、その 指導者を愛して忠告をすることも必要になってくるんですこれが聖書が教える謙遜という概念ですではまた次の質問でお会いしましょう